ぱりしたね。やばくないここの温泉、ツルツルじゃなかった？え、トロトロだったね。雷やばくない？やばい、入ってる時やばかったね。なんか一回バギバギバギなんか折れたよ ね。牛乳飲んでもいい？あ、いいよ、やってみて。行ってくる。はい、最悪いやー雨やばいね、マジ。おいしい？温泉の後の牛乳ってやばくない？うん。コーヒー牛乳しなかったの？うん。ちゃんちゃんは牛乳派か。うん。いやーマジ温泉気持ちよかった。よかったね。うん。なんかね、一緒に着替えてたおばちゃんとちょっと話したんだけど、うん、室蘭だけなんだって、梅雨。あ、そうなん？そう。でも、札幌よりは涼しいよって。うん、10度ぐらい違うよって言ってた。あ、そんな違うんだ。さっき帰ってきてさ、雷やばいからジョン君怖がってるかなと思ったらさ、普通に爆睡してた。炭素の中にいれば無敵だと思ってるからね。うん、やばい、意識飛んでるわこの人。もう湿気やばすぎて窓が曇っちゃった。見て、え、やばくない？いきなりこうになってる。ほんとだ。1時15分にはさーになる。わかりやすいよね、このウェザーニュース。いやー、今日動けないね、なかなか。はい、ということで皆さん、こんにちは。こんにちは。チャンジロ夫婦です。今日はですね、うん、北海道の函館から、って右の方上がってですね、はい、今いるのが、登別です。本当は、登別で観光できるとこいっぱいあるんで、うん、そこ回ろうと思ってたんですけど、思ったより雨がすごくて、うん、雨と雷がすごくて、うん、外出るの怖いので、今日は車の中で過ごしたいと思います。うん、はい、で明日またちょっと天気が良くなったら登別の観光もしていきたいと思いますので、はい、ぜひ最後まで見てください。はい、じゃあチャンネル登録といいねコメント今回もよろしくお願いします。お願いします。では、え、しょっ弱今日僕たちは日本酒するふふおおおおおお、水たまりがすごいね、この道。とりあえず、ちょっと今日も雨が止まなさそうなんで、ジョン君の新しいおもちゃと新しいおやつを買いにペットショップに行きたいと思います。行きたいと思います。見てー見たー、やばい。でっかくないあれ。すごい、あれ3メートルぐらいあるよね。もっとあるやん。もっとあるか。だって家と同じぐらいでかかった。マジびっくりした。日の当たる坂道を自転車で駆け上る、君と流した思い出乗せてゆくよ。コメントいっぱい来るかもしれん。うわ、好き。まあ、今日はこんな感じで私たちのちょっと日常というか雨の日どうやって過ごしてるかとか動画に撮れたらいいなと思ってますので、ぜひ最後まで付き合っていただけたら嬉しいです。いや、めっちゃでかいよこのペットショップ。なんかジョン君にいいやついっぱいありそうじゃん。ねえ、よし、ペットショップ着いたのでちょっとお買い物してきます。はい、戻ってきました。ジョン君のご飯タイムでした。うん、後で全部買ったものは紹介するんですけど、まずはじゃじゃん、ジョン君の大好きかつお節、最近なくなったので買いました。うん、ドライフードのね、健康のやつにしてるんだけど、うん、でかいね。でかいよね、美味しいね。で、匂いがあんまり、魚の匂いあんまりしないんだよね。そうだね。ちょっとドッグフードっぽい匂いするからなのか、あんまりなんかね、ガブガブ食べないの。うん、だから、そう、振りかけてあげると、結構いっぱい食べてくれるんで。
どうぞ。このぐらいかな。カツオしか食べてない。はい、道の駅に着きました。着きました。ジョン君何で遊んでんの？新しいおもちゃです。じゃじゃーん。ワーニーと遊んでまーす。めっちゃ。はい、なんだよ。カメラ近いよ。ね、ジョン君このキリキリおもちゃで音がするのが大好きなんですよ。そうなんですよ。なので。はいはいはい。会いたかったよジョン君。24時間一緒にいるけど大好きだよ。うん。仲良しなの。はい。続きまして。続きましてジョン君。ジャガリ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 。じゃれん。リボンの猫じゃらし。ジョン君見て。見てジョン君。遊びじゃないの。ちょっと今ね遊ぶ気分じゃないよね。そうなんか。うわ全然違うやん、反応が全然違うね。これかよ。ボクサーみたいな。よかったね。このおもちゃが好きなんだね、ジョン君は。ちっちゃい時から遊んでるもんな、ジョン君。嗅いでみて、じゃん。なんか湿ってる。嗅いでみて。あ、全然。全然いい匂い。臭くない？うん、臭くない。さすが、ジョン君。失礼しました。よかったね。はい、ということでここの道の駅で編集したり、また夜ご飯食べよう。じゃあまずは車の中で編集だ。ういワーニーのおもちゃで遊び出したジョン君。結局好きじゃんこれも。よかったね。このビニールの音がたまらないでしょう。ちょうだい。やだ。電気つこうかな。あ、待って。それで撮る。あ、ついた。ついた。よかった。はい。冷蔵庫切っちゃっていいよ。冷蔵庫あったらもう一瞬で消える。今ね、17% あります。ね、雨降ってたんだけど一瞬晴れたんだよね。多分 50W ぐらい30分間充電できて溜まったんですけど、やっぱね今週は北海道は結構雨っていうか曇りが続いてて、うん、ちょっと充電問題がやばそうなんですけど、なんとか乗り越えたいと思います、うん、はい、最近がそうなんだけど、うん、まず温度がすぐ上がっちゃう、うん、で夜はスーパーとかのお惣菜、ね、うん、で北海道にはおいごめん邪魔。はい、どうぞ。どうすんだよ。なんでそこ。はい、オッケー。北海道には、うん、セイコマートっていう天国があるんですよ、うん、夜料理して湿気とか暑くなって冷房使うよりは、うん、セイコマートで買った方が安く済むと思ってます。そうだ、ね、間違いない、うん、そう、大体お昼は当地の美味しいものを、うん、あのレストランとか食堂で食べるんですけど、うん、夜は自炊するかこういう
安いお惣菜とかね、買って。まあということで、そんな感じで最近はやりくりしてるんですけど、今日の夜ご飯を紹介します。はい、じゃじゃーん。ちゃんちゃんはごぼう、ゆで卵、鮭のおにぎり、はい、で唐揚げと、きんぴらごぼうとシュワシュワ。かわいい音。運転お疲れ。僕たちはあんまりお酒強くないんで、2人で1本がちょうどいいよね。そうね。いただきます。車に生活してるとやっぱ野菜不足になりがちなんで、こういうきんぴらごぼうとか野菜のお惣菜を絶対食べるようにしてます。じゃあ、あんまり野菜食べないからいつもジロに怒られるんですよ。おいしい。セイコーマートのお惣菜美味しいよね。おいしい。暴れてます、ジョン君。やばい。あ、もう無理だ。もうくれないの。違う？こっちがいい？カオスだったな、今の。ほんと気まぐれだよ。うん。ジョン君、ご飯の時間やで。今多分、夢の中でご飯食べに行った。あ、見て見て。足動いて。全然大きいやん。今日遊びすぎたな。起きたら食べてね。はい、見ていたよ。美味しい、美味しい。あ、起きた。匂い。あ、匂いがする。あ、かつぶしの匂いがする。起きたの、ジョン君。お腹空いてたでしょ。最高だね、今日天気。涼しくて、晴れてる。最高じゃない？あ、山の方見てる、ちょっと。あれ、ちょっと黒い雲かかってるね。こっちだけかな、晴れてる。どうなんだろう。ほら、あの雲、調子悪そうじゃない。駐車場500円かかりますね、地獄谷。うわ、すごい。もう湯気出てるよ、そこ。ほんとよ。あ、ジョン君が出てきた。湯気出てるって言ったら。見たいな。ほら。どこ？もういいや。お、え、もうここ？メインのとこ。もうすぐじゃん。うわ、すごっ。ちゃんちゃん。すごいね。すごいね。観光客もすごい多い、ここ。うん。ね、めっちゃ硫黄の匂いが。そうだね。硫黄の匂い嗅ぐとさ、別府の大学時代思い出すよね。ね、硫黄版の方ね。すごい。え、あの下まで行けるんだ。え、下で行こう。本当だ。面白い。すごい。晴れてよかったね、マジで。すごーい。すごいね。じゃあ写真撮るよ。なんと、まずはめようか。はめよう。ラララララララ。座り方、ジョン君みたい。マジジョン君なんだけど。でっかいなぁ。あげる、頑張れ。やっとできた。うん、そうだ。はい。あー、いっちゃった。
った。ごめんね。おお、食べた。おお、ナイス。大丈夫？どうしたの？行くぜ。うん。行くよ。はい。おお、食べた。赤でお願いします。100レース赤にしました。赤どれ？わかんない、見えない。みんなやる気ないけど大丈夫そう？大丈夫、赤が勝つ。レディーおー、それいけ。赤いけ。結構一番やる気なかった。面白かった。いやー、くそ、黄色だったか。黄色だったね。じゃあ見て、人の檻だった。やばいね。食べた。食べた。おお、でか。大迫力。えぇ、ー、エグ、これやばいね。え、やばくない？いや、絶景やったね。絶景や、これ。よし、ジョン君待ってるし戻ろうか。うん。面白かったよ。おもろかった。だってここでしか見れないもんね。そう、あのやっぱね、ジョン君みたいなお腹が出てるやつが一番可愛かった。そうだね。はい、どうだったでしょうか。白老と登別の旅は、最初雨が結構降ってたから、うん、しかもずっと天気が悪かったじゃん、今週。どうなるかと思ったけど、うん、今日は天気が涼しくて、うん、晴れてたから、うん、よかったね。ね、めっちゃ楽しかったね。たくさんあのこの辺のね、おすすめ教えてくれた方、うん、ありがとうございました。また次はね、まあ、東北か道東の方に向かうと思うんですけど、はい、おすすめを募集しますので、ぜひインスタとかもフォローしておすすめ送ってくれたら嬉しいです。はい、本日の動画いいなと思ってくれた方、チャンネル登録、いいね、コメントたくさん待ってます。ではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。今日はお邪魔します。なぎさちゃんとゆうりちゃん、ショート動画とかで、うん、あ、ショートで知ったの。そうなんだ。どんな風に過ごしているのか、うん、わーすごい、わーすごい、こっきって貝ですね。はい、わー。じゃあ、いただきます。ようこそ。ん、うまっ、美味しいです。刺身。何してんの、人ん家で。ジョン君、そこダメだよ。いいよいいよいいよ、そこもいいよ。